それでは平井鳥取県知事からよろしくお願いいたします。岸田総理におかれましては、今日ははるばるここ比叡までお越しいただきまして本当にありがとうございました。また小倉大臣はじめ政府の関係者の皆様もこちらの方で親しくお話を聞いていただき、施設をご覧いただくこととなりまして、本当に地元も喜んでおります。本当にありがとうございました。またお忙しい中にもかかりませず、赤澤大使や前田参議院議員、また地元の皆様はじめですね、こうしてお越しいただきありがとうございました。端的にですね、ちょっと鳥取の特徴を、総理の方に、お話を申し上げたいと思いますが、まずもって、7月の25日に全国知事会でも、この間、総理と子ども未来戦略会議で申し上げましたが、知事会としての子ども子育て対策本部を立ち上げまして、政府の子ども真ん中の運動と連携してやっていくことを地方としても誓わせていただいております。鳥取県の場合ですけれども、ちょっと特徴がありまして、左のグラフにありますように、この度全国で唯一44名出生数が伸びました。また全国の傾向とは逆でありますが 1.60 と、この合計特徴出生率が増えています。分析しますと25歳から29歳の世帯での出生数が多い、これは移住者が多いということですね。それから40から44歳、これは不妊治療などが効いているということです。で、子育て政策に引き付けられまして、実は移住者も呼び込んでいると。で、これが人口が減っている鳥取県の中でも出生数は増えているという傾向になってきております。そして多子世帯、それの負担軽減、これも効いてまして、多子世帯の出生数、これも特徴的に増えています。ありがとうございます。次お願いします。そして次に、この施設、複合型子育て拠点施設、未来と比叡と呼んでおりますけれども、特徴といたしましては、子育て支援センター、それから子ども園、児童館、ファミリーサポートセンター、民族資料館という、この機能を複合して持っていることが一番の特徴だと思っています。全国を見ましてもですね、なかなかこういった組み合わせで複合されているところは稀な施設だというふうに思っています。ここに来れば子どもたちが見守られながら育っていく様子が分かり、それが子育ての安心につながっていくというような拠点施設になってほしいというふうに考えております。岸田総理です。はい、岸田総理です。素晴らしいプレゼントを嬉しいです。ありがとうございました。おかけさん、私に。
じゃあ皆さんまだ暑いですけど、元気で頑張ってください。どうも今日はプレゼントありがとうございました。職場における、育休制度なんていうのは典型的な例で、職場が理解してくれないと制度はあるけれどなかなか気兼ねして使えない、こんなことも、随分あったのではないか。こんなことを考えますと、制度を充実させることと社会の意識を、変えて、みんなで子ども子育てを応援していく、こういった雰囲気を作っていくことが大事なのではないか。こんな考えに基づいてこの方針を、まとめました。ぜひこうした方針を、不再点の決意とまたスピード感を持って、しっかり取り組んでいきたいと、思っています。そしてその中で、今日は鳥取県の日吉村にお邪魔させていただきましたが、この日吉村においてはこの方針の大切な考え方、子ども子育てを切れ目なく応援していく、この切れ目なくというキーワードを、まさに、実践しているということで、この、未来と消えず、こうした複合型の、拠点、施設を作られて環境整備に取り組んでおられる、こうした姿をぜひ見させていただこうと思って、小倉大臣とともに今日は来させていただきます。
ただきました。そして合わせてこの、こうした政策推進にあたって、子ども子育て真っ盛りの方々、あるいはこうした子育てを応援されている方々、そして、その中で、今日は、竹中さん中学生の竹中さんにもご参加いただきました。こうした幅広い世代の方々のそれぞれの子ども子育てに対する思いを聞かせていただき、こうした声をしっかりと踏まえながら子ども子育てに優しい社会づくり進めていきたいと思っています。今日は限られた時間ですが、皆さんが平素を持っておられること、その一端を聞かせていただき、ぜひ我々も政策に反映するべく努力をしていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは初めに本日参加をいただいている皆様から自己紹介と、また対話のテーマでありますみんなで作ろう言葉真ん中社会に関連してコメントを一言ずつお願いしたいと思います。皆さんどうかハムジに今並んでいただいていますので、すみません、朝日さんから順番にお願いしますでしょうか。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。博愛子ども発達大学支援クリニック院長の玉崎明子と申します。小児科医で、地域の障害児、難病の子ども、医療的ケアが必要な子どもたちの医療と生活の支援、また発達障害ですとか、不登校の子どもの医療面での支援をしております。また鳥取県医療的ケア児等支援センターの委託を鳥取県の方から受けておりまして、医療的ケアが必要な子どもがその子らしく生活できるよう人材育成ですとか関係機関の連携を含め、行政の方々関係機関の皆様と一緒に取り組んでいます。障害を持っている子どもも難病のお子さんも医療的ケアが必要なお子さんも子どもは子どもだと思っていますし、お父さんやお母さんは子育てをしています。決して介護やケアをしているわけではありません。どうしても医療とか障害福祉の制度の活用が必要となってくるので、子育ての支援の枠から少し遠ざかりがちなように感じております。結果子どもと家族が地域の中で取り残されているように感じることがあります。先ほども参加者の皆さんと少しお話ししてたんですけれども、子どもに障害がある、その子が体調が悪くて本来だったら病児保育に預けたいんだけども、預けるのが申し訳ないっていう思いがあって、なかなか預けられないんだっていうお話がありました。そういったこともやはり子育てのしにくさ、地域からの孤立の表れなんじゃないかなと先ほども皆さんとお話をして感じたところです。で、子育ては親御さんだけがすることではなくて、やはり地域全体で行うものだと思っております。そこには専門職がいても良いですし、専門職だけではない子どもや親御さんを理解して応援してくれる人たちが見てくれたらいいなと思います。子ども真ん中であるためには、大人たちがさまざまな子どもがいることを知って理解し、大人一人一人が変わっていくことが必要なのではないかなと感じております。そんな大人に囲まれて育った子どもたちがきっと次の世代の子どもたちのことを大切にしてくれる、そんな世の中になったらいいなと思っております。以上です。ありがとうございます。続きまして、木村さんお願いいたします。いいですかね。私は、読み聞かせグループ日向ぼっこの木村大成と申します。よろしくお願いいたします。活動を始めたきっかけは、24、5年前に家内が若いママさんやとグループで読み聞かせを始めたことでありまして、やがてママさん、子供たちも成長してママさんが仕事に出るようになりました。それが10年ぐらい経った時です。そこでじいちゃんばあちゃん、もとにおじいさん男性も入れて再出発をするという、それが14年前です。その時に誘われてこのグループに加わりました。現在男性4人、女性7人、年寄りですから理解がありますし、家族の介護とかいろいろなことがあってありますが、現在は11名で活動しております。で、私はもっぱら連絡調整係を務めております。
で活動の内容を大雑把に大まかに報告します。子ども園、小学校などでですね、読み聞かせをするのが主な活動であります。子ども園では毎月の読み聞かせのほかに、8月には夏のお楽しみ会、12月には冬のお楽しみ会として人形劇とかベースタート、紙芝居などを行っております。ちなみに今年は8月8日に予定しておりまして、先日練習したところであります。それと読み聞かせと少し離れますけども、子ども園ですね、子ども園では竹馬直しというのも長年12年ほどやらせていただきました。竹馬直しです。それから、はい、それから個人的に児童館で書き留めの指導というかお手伝いをした、そういうようなことが私の活動であります。終わります。はい、ありがとうございます。と申します。先ほどから息子がお話し申し訳ありません、私は、未就園児が交流する子どもさんの代表をしております。職業は小学校教諭です。今まで仕事をしているときは職場と家との往復、妊娠期もそうでした。子どもが生まれてからは社会との関わり、地域との関わりを大事にしていきたいなと思って、幼稚園時代は PTA 会長、昨年は部会長、今年は未就園児の子どもさんの代表と、おつままと言われない程度に謙虚に明るく頑張って子どもを育てるということで、子どもを授かったことも本当にありがたいことだなと思っていまして、また同じようにうちの我が子と一緒に育ってくれる子どもたちを大事にしたいなと思っています。学生時代からキャンプインストラクターをしていた経験を生かして、幼稚園時代は同級生の子ども全員に声をかけて、コロナ禍でも自然の中ならコロナに感染する危険がなく過ごせるかなということで、定期的にキャンプを開いて、このように真っ黒ですが、シミは子育ての勲章だと思って日々頑張っております。また次男がちょっと発達がゆっくりで、福祉の力をお借りして療育にも通っております。そのような中で先生方が、障害があってもなくても子どもたちを尊重、信頼、愛情で、もう真正面から見つかってくださっているで、私も現場に戻ったら、そういった支援を必要とする子どもたちをしっかり育てていく力になりたい、それから困った子ではなく、困った子として、接していきたい。実際にこの近隣でも平日ではないんですけども、障害があるから運動からちょっと遠慮してほしいですとか、今日は先生方の一人が足りないから休みほしいと思わせてもらったりして、涙を流しておるお母さんも、いらっしゃいます。こういったお母さん方の話をしっかり聞いて力になれるような教員になっていきたいと考えております。今日は貴重な機会を本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。現在2歳と3歳の男の子を育てております。私はもともとヒリズ村にずっと住んでいたわけではなくて、去年の11月頃にこちらに引っ越してきたばかりで、今年の4月には子ども2人とも子ども園に入れる予定にはなっていたんですけれども、入園前の数ヶ月間は自宅で子どもを見ておりました。実家の両親ですとか義理の両親ともにまだ働いている状態でして、例えばちょっと用事があるから日中見て少し見てほしいでしょうか、夫も仕事で
教えてるのが私できないのと、とても仕事で帰宅が遅くなる日が多いので、子育て支援センターでやっておられる一時預かりですとか、サポートセンターを積極的に利用してきました。日中一人で育児をしていると、なんとなく社会から取り残されたような孤独感を感じることが多くて、次には子どものことで悩んでいることだ、子どもの感触がひどい時期なんかはして、うつうつとした気分になってしまうこともありました。そんな中で実際に子どもを見てくださっている支援センターの方やファミリーサポートセンターの方と、たわいもない お話だったり、時に子どものことで悩んでいることは吐き出して聞いて出したりとか、聞いていただいたことで気持ちが少し楽になったという経験もありまして、やっぱり一人でも多く子どものことを見てくださる、関わってくださる方がいらっしゃるというのは大変心強かったです。一度見たりとかのファミリーサポートセンターって全国的に利用できるんじゃないのって思われるかもしれないんですけども、私が以前、比叡山に移住してくる以前に住んでいた地域では、コロナの影響も大きかったとは思うんですけど、一時預かりを利用したくても1ヶ月以上先の日程しか空いてなかったりですとか、希望者が多かったのか、ちょっと人手が足りなかったのかはちょっと分からないんですけど、月に1回利用できるかできないかもうちょっと定かではないぐらいで、何でも利用を断念したこともありました。一時預かりしてくれるところや施設はあるんですけども、利用したくてもできないではあまり意味がないと思っていて、まずここで消えるそうに利用することができたという時点ではすごく助かりました。ファミリーサポートセンターというサービス自体も私は以前から知ってはいたんですけども、やはり知らない人に子どもを見てもらうということ自体に少し抵抗があって、こちらに来るまでは利用したことが一度もなかったです。その中でファミリーサポートの利用を進めてくださったのが、宮田比叡山 のファミリーサポートセンター担当の方でして、実際にファミサポを利用しておられる方のエピソードを紹介してくださったりですとか、会員の中にこんなお宅もあるみたいなのを紹介していただいたりして、今まで利用したことはなかったんですけど、ちょっと利用してみようかなという大きなきっかけにもつながりました。先ほどもちょっと申し上げたんですけど、引っ越してきてまだ間もない状態でして、最初は全く地域の知り合いがいない状態だったんですけど、BS ってヒーズだったり、ここの未来のヒーズ自治会の方でも小さな子どもから大人までみんなで一緒になって楽しめるイベントが定期的にありまして、子育て中の方とお話しする機会があるのはもちろんなんですけど、地域の方と交流を深められるいい機会もなっています。村報ですとか村内放送でイベントのお知らせがあるのはもちろんなんですけども、近所の方が今度運動会やるから子どもも一緒にぜひ参加してくださいねって声をかけてくださるのもすごく嬉しく思っています。これのびのびと気持ちよく子育てする上で、地域の方とのつながりってとても重要だと思っていて、地域全体でいろいろな年代の方が楽しめる、そういったイベントが多くあるのは、比叡山のすごくいいところだなと思っています。ありがとうございました。それでは、小江田さん、お願いします。スパークルバルブスに入っている中学2年生の竹中修美です。スパークルバルブスは自分たちのやりたいことに一工夫をして、自分たちも親も元気になるウェルビーイングという考え方をテーマに反応しています。令和4年度はヒーズ縁日を開催して、今使っていない未使用のおもちゃや文房具を集めて再利用したのを
景品にしたり、廃棄する食材を使ってピザ作りをしたりして SDGs にも関わってきました。また例を挙げるのはクローディング&e スポーツなど SDGs と e スポーツを合体させたものや、いちご狩り村内の生産者の協力ご協力をしていただいて、いちごを収穫してパフェを作りました。その他にボランティアやボランティアでチューリップマラソンの手伝いや村の音楽祭の運営をしてきました。村の皆さんにとても感謝していただいてとても嬉しいです。を経営しております。一人で経営していますので、の子育て中は結構ヒエジソンのファミリーサポートセンターを利用させてもらったりして、地域のおばあちゃんが自宅に来て子供を見てくださって、で、すごく小さい頃1歳にならない時に見てもらってたので、すごく可愛がっていただいて、どうしてもちょっと物心というか、なんか成長してくるにつれて人見知りが始まって、今自宅兼店舗でやってるもんですから、自宅の扉隔ててやってる、なんか後ろ側からものすごい鳴き声が聞こえてきて、大変でしたね、すいませんって言うと、いやいや成長した証だよって言ってもらったり、そういうふうに一緒に地域の人と子育てさせてもらったりして、本当にたくさんたくさん本当に助けてもらって、で、普通に買い物してるときイオンで、あ、こんな大きくなったみたいな感じでばったり出会ったそのおばあちゃんとお話できたりとか、そういう小さい村だからこそ人とのつながりすごく深くって、すごいあったかいところを感じる村です。感謝いっぱいしながらみんなに見守ってもらって子育てできて、そのヒエルソン、私も米子から転入してきたんですけど、もう引っ越してよかったなって思うところです。すいません、いいですか、終わった。米子市の時って結構いろんな手続きとかに少し時間がかかったり、ハードルがあったりとか、田中さんもさっき言われてたようにちょっと利用するまでにちょっと腰が引いてしまったりっていうのがあるんですけど、なんかこんなんあるのかなって相談に行ったら、もうその日のうちにその窓口の人が、ああもう登録してあげるから写真もここで撮って、デジカメで撮って、もう登録用紙ができて会員ランバーになったよって言って、もう次の日から利用できるっていうぐらい ですぐにサポートしてくれるおばあちゃんともつないでくださって、すごくスピーディーに物事進んでいって、その辺もすごくありがたかったです。伊藤健二と申します。会社員をしております。子供は今小学4年生の女の子が1人いまして、僕は今45歳なんですけど、比叡津村から出てたのは、ただ行ってた2年間だけで、あとはずっと、保育所から小学校、中学校は米子市内の学生が行って、あと実家からずっと通ってましたので、比叡津にずっと住んで、ます。で、今年は小学校の PTA 会長をさせてもらってまして、いろいろ、ちょっと今年は小学校の150周年もあったりしてですね、その辺のイベントのこともあったりして、いろいろ動いたりしてます。で、そうですね、今日、総理来られてるということで、何を話そうかなと思ってたんですけど、特に地方、
ヒエズに限らないんですけど、地方の方っていうのは車がですね、やっぱり生活をする品なので、まあ、今ガソリンが補助がだんだん減ってきてて、今180円ぐらいですかね、になってるんで、またね、この補助いただい、他のことで補助いただくんでしょうけども、生活がですね、基盤となるというか、そういうところの基本的な補助をもっとバシッとしてもらうと、すごいいいなと思ってます。何でしょう、トリガーとかね、その辺も考えてもらえると、非常に鳥取県、まあ、イエスの鳥取県だけじゃなくて、全国的に皆さん大変だと思いますので、その辺を考えてもらえると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。隣の市で有料有償助産所を開設しておりまして、20年以上になります。開設と同時に産褥入院のお世話もさせていただいておりますが、平成25年頃によりだんだん、利用者がなくなっている状態でした。でそこで産後ケア事業が始まりましたので、利用が最近ちょっと戻りつつあり、少し増加の様子も見えてきています。で産それの人の年齢が晩婚化しておりますので、もとより孫育てをスタートする、おじいちゃんおばあちゃんも少しスタートが遅い、そして就労の年齢は長期化していますので、なかなか以前のように産後実家に帰って1ヶ月ゆっくりが済むというような風景よりは、パパの育休が取れるところをなんとか、まだ取っていらっしゃる方が少ないんですけど、これだから各家族で頑張っていくっていうような形、そしておじいちゃんおばあちゃんは通って、サポートしていくっていうような形がすごく多くなってきているのが、この辺りの様子かなというふうに思っています。で産後の心身の回復は時間も必要ですし、それから母子の特別な支援の仕方というのもあると思いますの で利用者のお母さん方からは気兼ねなくゆっくり休めたとか、母乳の分泌も安定して上手に吸ってくれるようになったのでほっとしているといった、自信がついたようなお話をしてくださって、そういう時にはほっといたします。で育児は成長とともに新しい戸惑いも出てきますので、利用者さんからは気兼ねなく後に電話で相談していただいたりというような形で、何でしょうか、実家まではいけないんだけれども、ちょっと実家に近いような心安いところというような形で、活動をさせていただいています。ですので時には家族にもちろんお聞きするような場合もあったりします。で子育てするまでに赤ちゃんになれない世代が家族単位でスタートをするということは、ハードルが高いというふうに思いますので、言語コミュニケーションが成立するまでの昼夜のない子育てのその体力を使ったり精神力の、その負担ということは本当に大変だと思います。より良い育児環境の調整支援が大事な時代というのが来ているなというのを支援しながら実感しています。未来においても親になる世代で心身の健康度が高まるようなプレコンセプションケアというようなことにも注目し、県内の助産師会のスタッフと協力して思春期の健康教育を入れたり、それから新米パパのプレゼントそういったような育児教室などを開催したりとかいうようなことで活動させていただいています。とにかく一人ぼっちではない子育てということの経験を積んでいただいて、そして自育ということでお母さん、お父さん自身が育つことに子どもさんが、いろんな経験を持って豊かな情緒性を育んで育ってくれたらいいんじゃないかなというふうに思って活動しているところです。よろしくお願いします。はい、今日はそれぞれ一緒の話を聞かせていただきました。感謝申し上げます。皆さんの話伺う中で、一つは妊娠期から切れ目なく、子育てを応援することの大切さ、さらには障害のあるお子さんを含めて、
あらゆる子ども子育て世帯を応援していくことの大切さ、さらにはボランティアなど地域組みで、その世代を超えて子ども子育てを応援していく、こうしたことの大切さを感じました。また先ほども言ったみたいに、竹中さん中学生として初めてこうした子ども子育て車座大会に参加してくれました。いろいろ子ども子育てに関わっている皆さんの話、いろんなことを感じられたのではないかと思いますが、竹中さんのこの意見も我々に何かフレッシュな刺激を与えてくれました、心から感謝したいと思います。こうして皆さんの話を聞いていて、子ども子育てに優しい社会というのはどういうものなのか、こんなものをこんなことを感じました。一つ の実例、実践例、として素晴らしさを感じさせていただきました。そしてこれをぜひ全国にも広げる、こうした努力をしていくことも大事なんだなということを感じさせていただきました。ぜひ今日皆さんから聞いたお話をこれからさまざまな政策を進める中にあっても参考にさせていただきたいと思います。改めて皆さんのこうしたご協力に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。本日は先の豪雨災害の状況につきまして、このお話を聞かせていただく場を持っていただきまして誠にありがとうございます。じいさん、副議長さんをはじめ、関係者の皆様方のご協力に感謝を申し上げます。ただいま知事の方からご報告がありましたように、今回 この記録的な大雨によって県内においては1名の方がお亡くなりになられた、また聞きますとこの出雲市では一時4つの集落が孤立状況になる、こうした大きな被害が発生、したと聞いております。そして具体的な数字をただいま知事さんの方からご報告をいただきました。まずは改めてお亡くなりになられた方に哀悼の意を表させていただき、すべての被災された方々にお見舞いを申し上げ、させていただきます。今お話を聞かせていただきまして、人的被害あるいは家屋人家に対する被害、さらには農業土木河川、さまざまな、被災の状況、この、数字から見ましても大変この被害の凄まじさ改めて感じるところでございます。政府としましてはこの一連のこの、大雨、被害に関しまして、農地そして公共土木のこの災害復旧、事業に、財政面から必要な支援を行わさせていただくことができるよう、全国を対象とした激甚災害 この指定、いわゆる本撃、指定に向けた取り組み、これを今進めているところであります。引き続き被災自治体の皆様方のニーズをしっかりお聞き しながら、自治体の皆様とともに、一体となって、復旧に向けて、さらには被災された方々の生活再建に向けて取り組んでいきたいと考えております。そして今知事の方からもこのご報告がありました、この農業排出量整備の事例、これはこの洪水被害をこの取り組みによって未然にこの防ぐことができた一つの例だと受け止めていますが、こうした国民の皆さんのこの命そして財産を守るためには、この事前防災、減災対策、こうしたことに万全を期すことも重要である、このように認識をしています。政府におきましては28日の日に、国土強靭化基本計画
これを決定いたしました。まずは引き続き、その防災減災、国土強靭化のための、5カ年加速化計画、これに基づいてさまざまなインフラ整備に、このインフラ整備を進めていく、着実に推進していく、まあ、こうした取り組みを進めてまいりますが、この5カ年加速化対策後においても、新たに決定したこの基本計画に基づいて、国土強靭化に向けた取り組み、これを、進めて、まいります。先ほど申し上げたように、まあ、今回の被害に対しては国としましても、しっかり財政面を中心に、この地元の取り組みをバックアップさせていただきたいと思っておりますが、ただまだこれから、まあ、今暑い夏が続いておりますが、これから台風シーズン、これもまあ本格化するわけでありますので、引き続き緊張感をしっかり持ちながら、この即応できる対応を、体制を、この国としましても、しっかり、この用意をし、この県民の皆さん、国民の皆さんの、命や暮らしを守るために引き続き努力をしていきたいと思いますので、県においても、また地元においても、また引き続きご協力いただきますようよろしくお願いを申し上げます。本当に今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
年生は新しい学部に、この新鮮な気持ちで、それから高い意識を持って、集まっている皆さんの、姿、素晴らしいと思います。ぜひ自らの人生を充実させるためにも、もちろんこの学ぶことは大事ですが、この学んだ成果をこの社会に貢献する、特にこの地域、島根県をはじめ、この地域に貢献する、こういった成果を出すということも素晴らしいことでありますので、まあ、その両方をそのしっかり、頭に置きながら、それぐらい頑張っていただければと思います。改めて、皆さんのこれからの、素晴らしい未来を期待しています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。